はい、どうぞ、ごめんですね。ドラゴンゲートの、裏切られたランキングトップ3ということで、そちらの方をね、やっていこうかなと思いますね。はい。まず、その対象になる選手はですね、現在ドラゴンゲート所属選手、そして、レギュラー参戦している選手ですね、所属しなくても、の2つに対象選手はなりますね。で、裏切られたという定義、ね、これをどこまで絞るかというとですね。まあ、例えば、土井がね、ヨシのことを裏切りましたよね。で、その時、ワールドワンの時に、まあ、土井がヨシのことを裏切って、まあ、ヨシのは裏切られた。これカウントされます。で、他のワールドワン所属メンバーはカウントしないということにさせていただきました。はい。なので、そういう感じにさせていただきましたね。なんで、ヒールターンした選手に対して、他の直接的に裏切られた選手以外は対象外と。回数に含まないという感じにさせていただきましたね。では早速、第3位。望月正明。で、3回ですね。まず1回目が、アーガンイーソーの時に一応裏切られたんじゃないかなと。まあ、追放ですけどね。で、1回。で、2回目が、ファイナル M2K 時代に土井に裏切られて2回。で、3回目が、ジャンクション3時代の時に、サイバーコングで裏切られて3回と。でもこのジャンクション3のサイバーが正式加入していなかったような気がするんですが、結局なんかブラッドウォリアーズ側についたっていうようわからない感じになったんで、それ含むか含まないかっていうので今回一応含ませていただきましたね。で3回やったと思います。で第3位ですね。で続いて第2位が土井で4回ですね。結構裏切っとるイメージがね、土井はあるんですが4回というふうに裏切られてましたね。はい。まず1回はですね、マット・ブランキー時代に、まあ、もう初期ですね、結成してその日に追放となったので、これも1回とさせていただきましたね。で、まず1回それで。で、2回目が次、ベルセルクですね。この時が、ティーフォークとかかな。ティーフォーク、高木らに、まあ、追放されてしまいましたね。で、2回ですね。で、3回目が、ついこの間、まあ、約1年ぐらい前かな、マキシマム時代で清水と。で、4回目がマキシマム時代で同じく弁慶というふうにさせていただきましたね。で、この4回となっております。なので、土井はま、清水弁慶にドドンと裏切られたんで、これを1とするのか2とするのか。まあ、今回はこれを2とさせていただきましたね。はい。なんで、この4回となっております。続いて、第1位。まあ、結局やっぱこの人なんやっていうね、吉野ですね。やっぱ裏切った回数より明らかに裏切られた回数が多いやろっていう吉野。で、合計で5回となっております。まず1回目が、回が近藤修司、ブラザーヤッシーとかその辺に裏切られたのかな。で、1回ですね。で、2回目が、土井ですね。はい。ワールドワン時代の頃に裏切られております。2回目。で、3回目が、またまた土井ですね。はい。ワールドワンインターナショナル時代に裏切られちゃってます。で、4回目が T フォーク。モンスターエクスプレス時代の T フォークとさせていただきましたね。で、モンスターエクスプレスの時に吉野が、まあ、裏切られたっていうのか、高木ですよね。に、これを裏切られたとカウントするのかちょっと曖昧やったんで、今回はちょっとカウントしない方向にさせていただきましたね。で、まあ、T フォークに裏切られたと。その後にね、モンスターエクスプレスでね。で、ラスト5回目が弁慶なのかなと思います。なので、合計この5回となりましたね、吉野はね。やっぱり裏切られているっていうね、そのうち2回がドイっていうね。これもし高木とか入れるなら6回やし、もしかしたら、僕の漏れてる場合ね、僕をうっかり忘れてたっていうパターンで、もしかしたらどんどん増えている可能性もありますね。はい。なので、まあ、こんな感じになりましたね、トップ3はね。はい。なんで、結局、ね、言えることは、土井は吉野のこと裏切ってるんやなっていう。三度目の裏切り、ね。まあ、近々は多分ないとは思うんですけど、もしかしたらね、数年後、あるんじゃないかなと、思いますね。はい、ということで、今回はこの辺で終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、リクエストコメントとか他にもね、こちらのね、裏切られた回数、ね。実はこの人も、3回とか4回とか、ね、5回、もしくは6回とかね、言ってる人いますとかね。そんなんあったらよろしくお願いします。ということで今回はこれで終わります。